はい、こんにちは。下線部言い換え問題の2回目です。今回も基本的な内容ですが、これ受験生間違いやすい問題なんですね。はい、じゃあ早速ですが、まずはチャレンジをしてみてください。どうぞ。では解説しますね。まず前回お伝えしましたが、下線部言い換え問題も空所問題もですね、しっかり文構造から攻めてほしいという話をしたんですね。今回はまず長文で文脈をつけました。で、大体このね、キャンディーがアメリカではいろんな機械の時に使われるよと、まあ、それぐらいキャンディーはいいんだよって話なんですが、そういう文脈を踏まえても問われる部分がどういう話なのかはちゃんと構造と和訳を取らないと分かりません。じゃあ実際行きましょう。まずは A box of chocolates、 これ S で、で V、 Often is often considered、 で The perfect gift、 まあ一箱のチョコレートが完璧な贈り物であると考えられることが多いと、まあだチョコレートは便利ですよという話なんですが、問題はここからですね。O 以降、それが誰にとってか、誰にとって完璧なギフトなのかっていう話なんですね。じゃあそれで見ていくと、 The person who is ですから、ここから前にかかってという形で、もう少し詳しく構造いきましょう。 Who は S、 Is が V、 Hard が C ですね。だからてっきりこれはその人が買うのには、Hard、 つまり 買うのが難しいと。だからあのね、物を買うのが難しい人にとっちゃ、実はこのチョコレートは最高のギフトなんだよと、すごく買いやすいなって思ってしまうんですね。で、そのせいで3番にしてしまうって受験数がめちゃくちゃ多かったんですが、それではダメです。実はこの問題まだちゃんと構造が取り切れてありませんね。ここですよ。 For という前置詞があるのに、誰にっていう目的語がありません。これどこに行ったんでしょうか。ここまでの部分では構造上問題なさそうですね。まあ、一応こうかですね。問題なさそうでしょ。実はこの現象ね、なぜ目的がないかっていうのはある構文が関わっています。まあ、そのヒントになるのがこうですね。保護の部分に難しいという形容詞を使ってますね。難しいって使ってるんですよ。で、こいつが起こると、こいつがあるとね、どういう現象が起こるかちょっと説明しますね。じゃあ行きましょう。例えばこの文章を見てください。 He is easy to go to forアドバイス。はい、例えばこの文章ね、これ彼が、どういう人ですか。これね、てっきりさ、彼がアドバイスを求めてすぐにどっか行っちゃうということは、彼はねすぐに誰にでもアドバイスを聞きに行くと思いませんか。だって彼がアドバイスを求めに行きやすいって書いてるからね。でもこれよく見てみたら実は真逆の意味なんですよ。はい、これ実は彼がよくアドバイスを聞かれる方なんですね。自分が聞きに行くのではなくて聞かれる方なんです。どういうことか。実はこれね、easy 使ってますよね。難易度表してるでしょ。そして後ろ for の、ここね to の後ろ、なんか目的はありませんよね。これどういう現象か。実はこの構文というのは It is easy to go toFor advice。 実はもともとこれね、簡単に言うと仮主語構文だったと思ってください。もともと仮主語構文で、彼にアドバイスを求めていくことは、はい、簡単だ、あいつはアドバイスすぐ聞いてくれるねって話なんですね。ですがこのように難易度を表す、形容詞が来た場合、ね、難易度を表す形容詞の場合と、あとは快不快ね、心地よいとか居心地悪いとか、そういうものもいけます。そういった単語が来た場合は、ここにある目的語などが前に移動することができるんですね。はい、もともと目的語だった彼の方にアドバイスを行くのが、はい、前に移動して、てっきり彼がアドバイスを求めに行くというふうに考えてしまうことがね多いんですが、これ移動してるだけです。つまるところ S is 難易度を表す形容詞などね、まあ回復感もいいですが、難易度を表す形容詞 to do となった場合は、この主語はなんともともと
目的語の位置にいたぞっていうことなんですね。はい、じゃあそれを踏まえて見てみましょう。今回ね、はい、3番の選択肢がダメだ、よく間違うと言ったんですが、なぜダメなんでしょうか。わかりますか。これね、はい、for、誰のために買ったのかっていうこの目的語は主語の位置に移動します。今回主語を表してるのは the person ですよね。つまりこの人が物を買うのに今厳しいとかではなくて、この人に対して、その人に対して物を買うのが難しいという意味なんですよ。これどういうことかわかる？その人に対して物を買うの難しいな、そんなシーンありませんか？皆さんはお父さんお母さんとかだったら物を買うのは簡単ですよね。だってまあ身内だからわかるもんね。けど急に例えば先生に物を買わないといけなくなった、何買ったらいいかわかんないよね。まあその趣味がどうとかあんまわからん場合があるから。だから今回は実はそのある人に対して買うのが難しいと、まあこの文章で言うと、物を買うのに難しい対象である人、ね、この人に物を買うの難しいなって人いませんか？そういう人にとってもチョコレートっていうのはね、最適なギフトなんです。 OK? ちょっと消しちゃったけどね、最適なギフトであると考えられることが多いんですね。はい、この一見ね主語だと思いきや実は目的語だったと、ここの移動に気づかないとダメでした。では答えいきましょう。結論2番ですね。はい、Someone for whom it is difficult to choose a gift。 はい、なぜでしょうか。はい、先行詞の Someone ですが、こいつは主語として使われていませんよね。直後 For whom、 その人にと、その人に対してギフトを買うのは難しいと。少しねこの理解が難しい方は前置詞と関係代名詞、今回 for whom、 これをね元の位置に戻してください。これ文末にあったんでしょ。はい、戻してみるとこんな感じね。 It is difficult to choose a gift for someone。 その人に対してプレゼントね、ギフトを買うの難しいと。その人に対してギフトを買うの難しいんです。そういう人、そういう相手の人いるよね、ということで答えは2番が言い換えでしたということです。この一見主語っぽく見えて目的語に見えると、まあ、これは本当に構造の面白いところですね。ではこれを踏まえてですね、面白い文法問題1個いきましょう。これね、 David is crucial to talk to。 さてじゃあこの問題をね文法で解いてみましょう。プリザント、そして2番はプリーズド。じゃあこれ見てみると、デイビッドが話しかけるって話に見えますね。選択肢を見るとこれは心よい、心よくない、快不快を表す。実はそれもこいつも該当しますね。快不快を表す形容詞も同じ形に該当します。だからよく見てみたら、これは S is 何々形容詞 to do と。はい、じゃあこの場合直後に誰に話しかけるかっていう目的語ありませんね。どこに行ったかというと、こいつがもともと後ろにいました。だからこの文章は本来 It is、ね、何々 to talk to David、 デイビッドに話しかけるということが何々。はい、デイビッドに話しかけるという行為は喜びを与える方ですね。このようにタフ構文と言われるね、この構造はですね、まあ、移動を起こすということで、これは非常に大事なポイントですから、ぜひね皆さん知っておいてほしいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。